今日もどかた仕事疲れた。あ、どうも荒北亀パイセンです。どうですか皆さん、不要不急の外出自粛、皆さん実行できているでしょうか。 Yes、 PG 荒北亀、通勤でしか自転車に乗っていません。ということは不要不急の外出自粛できていますね。だがしかし、やっぱりね、皆さん自転車に乗りたい。そんなわけで PJ 荒北仮面が、おすすめする午後9時以降のソロナイトライド、それが本当に危険ではないのか、3密を防ぐことができるのか、コロスケの感染を防ぐことができるのか、夜の街を走りながら、検証していこうと思います。それでは最後までご視聴していただけたら幸いです。よろしく、マンドリル。 Yeah、 荒北仮面ソロナイトライド、気持ちいい。久しぶりだな、街中走るの。いつもはね、もう少し住宅街走ってるんですが、今日はね、検証のためちょっと、交通量の多い街中を走っています。現在の時刻は、午後9時30分。普段だったらね、もう少し車いる時間帯なんだけど、やっぱり飲食店が開いてないおかげでね、車の数も、だいぶ少ないです。これ、だいたいね、深夜1時ぐらいの交通量と同じぐらいなんじゃないでしょうか。車だけじゃなくて、人通りもね、ほとんどありませんね。まるでゴーストタウンにいるかのような心地です。ちょっと怖いですね。いやー、でもサイクリングね、この不要不急の外出自粛の世界の中でサイクリングを楽しむんだったら、このナイトライド、ソロナイトライド、やっぱりとってもおすすめな時間帯なんじゃないでしょうか。歩行者さんもいない、そして自転車も走っていない世界、3密どころかもう感染のリスクほとんどなし。 Yes、 パーフェクトです。お、信号がイエローシグナル。ふう、止まりましょう。お、スポーツバイク、これクロスバイクス。なぜこんな場所に自転車が駐輪されているのでしょうか。鍵されてませんね。鍵はついていますが鍵されてません。これせっちゃりですね。せっちゃりされた自転車、乗り捨てられた感じですか。泥除けがついたこのグリーンのおしゃれなクロスバイクス、もしねオーナーさんいらっしゃったら、ちょっとね探しに来てみてください。この場所にあります。この交差点の場所にあります。地元の方だったらね、わかるはずです。ちょっと地名は言いませんがね、もし、クロスバイクス、大事なクロスバイクス盗まれて探している、そんなオーナーさん、もしこの動画見ていたら、この場所多分地元だと思います。ちょっと確かめに来てみてください。 Yes、 それじゃあ検証動画、再びスタートです。 Yes、 気持ちいい。自転車専用道路になりました。とっても走りやすいです。 Yes、 すごい、車すごいスピードで今かっ飛んできましたね。でもこの3機の信号赤です。間に合いません。赤になります。間に合いません。そんなに飛ばしても意味がないんです。それにしてもやっぱり、この午後9時を過ぎてしまうと、みんな外出自粛しているんで、とっても、この自転車専用道路走りやすいです。逆走自転車もいなくてとっても走りやすい。もう空いてるお店、コンビニエンスストアしかありませんからね。さっきも2件ほどありましたが、コンビニエンスストアの前でたむろするヤンキーぐらいしかいないんじゃないでしょうかね。まあたとえね、ドキュンヤンキーがコンビニの前たむろしていても、やっぱり警察官ね、パトカーが見回りしているので、そういった人たちもね、これからしばらくするとどんどん、少なくなって、平和なナイトライド、ナイトソロライド楽しめるんじゃないでしょうか。イエス。それにしてもやっぱり気持ちいいですね。車と同じ速度で走れるこのスーパーエンジョイナイトライド、とってもおすすめマンドリルです。イエス。コンビニ眩しいです。ウープス、なんか前方逆走？逆走危ないよ。歩道入りな。いや、逆走危ないぞな。逆走危ないって言ってんだ。
大丈夫、カメラ撮ってるけど大丈夫、カメラ撮ってる、何が大丈夫、逆走危ないの、車道気をつけて、うるさい、気をつけてな、何やねん、やろう、言うな、うん、オッケーオッケー、もう偉そうに言わない、気をつけてねって言ってるだけ、お前何、何人でも顔か、アホだよアホ、君みたいな輩に注意するぐらいだからアホなのかもね、バイバイクー。公道で自転車が車道に停止するのは危険なので DJ 荒北カメラはクールに去ります、バイバイクー、イエー。